はい、今回はですね、ちょっとまあゴルフでは重要なマナー、このマナーはやっぱりこう、回っていて自分で例えばボールでこういう風にまあグリーン乗った時にこういうリポットができますよね。でこういうのは打った方が自分でやらないと次の方たちがすごい大迷惑がかかってしまう。それから、もっと言えばコースの管理の方たち、このリポットを1個直すのにとんでもない時間がかかっちゃうんですね。1個直さないと、確か1ヶ月とか1ヶ月半ですかなぐらいこれを元に戻すのに時間かかるんです。ですので、必ず自分で打ったディポットは自分で直すようにしてください。もちろんキャディーさんがいたらキャディーさんやってくれるかもしれないけれども、できるだけ自分で直すようにした方がいいと思います。ちなみにトーナメントとかでキャディーさんがまあついてて、一人に一人ついてるけれども、そのキャディーさんがディポットを直すってことはもちろんないですし、選手が自分でこう直していくわけですよね。ですのでこういうのは必ず、自分で直していくと。でまあ、この直し方ですけれども。まあ、向こう、こちらから打って、まあ、向こうに行ったわけですけれども、まあ、当然、こう、ボールがこっち側に来るから、こちらが盛り上がりますよね。で、まあ、盛り上がってきた方向の方から、こうやって、こう、刺すわけですね、こうやってね。刺すわけです。ちょっと斜めに刺していく。で、グイッとか持ち上げちゃうと根が切れちゃうんで、こう、周りをこうやって刺していきます。で、あとは、パターの裏で、トン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 と押すわけです。そうすると、こう綺麗に直るわけですね。こういう感じで直していただきたいます。で、こういうカスは、ちょっと、こちらに置いておく。という感じですね。そして、あとは、マナー的な問題でいくと、まあ、こうマークをします。で、マークをしてたときに、まあ、キャディさんにボール拭いてもらったりとかするわけですけれども、まあ、当然一緒にプレイしてる場合、同伴競技者の、ボールもどっかにあるわけですよね。で、そのボールの場所も、やっぱある程度把握しておいてほしいなと。なぜならば、その方のラインを踏むのはもちろんのこと、できるだけ、またぐのもやめた方がいいわけです。こうラインが、まあ、これ僕ですらちょっとフックなのかな？とにかくまあ、このラインに対して、踏むのはもちろんのこと、あんまりこうやってまたぐのも、あんま良くないな、というイメージです。できるだけ、向こう側に回るときも、マークを回って、向こう側に行くような、そんな、行動っていうのは、すごく、ゴルファーとして、僕はすごい重要だなというふうに思います。踏まない。またがない。もちろん、かけらない。そう。グリーン上では、かけてはいけません。走らない。どんなに急いでいても、小走りだったらいい、こう、急ぎ足だったらいいですけど、走ったりしない。それから、こうやってラインとか読むときに、膝をね、下つけちゃう人たまにいます。絶対つけちゃダメです、膝は。膝つけない。もちろん、手のひらで、こうやって押さえるのも、ルール的にもダメですよね。手のひらをこうついたりとか、あとは、肘で、こうやって、まあ、さすがにないでしょうけど、肘でこう押さえたりだとか、とにかく、足の裏以外は、基本的に体の、身体自体でどっか触れるところはないです。足の裏だけ。っていう風にして、まずそのラインとかグリーンを大切にしていただきたいなということ。あとは、カップのね、こう周りも、あまり、こう、僕は昔、ジュニアの時習ったのが30センチ以内のところに足を踏み入れないでくださいって、昔の教えていただいた方に言われたんですけど、やっぱりこの、あまりこうで近づく、とだんだんね、こう、みんなね、一日で、そうですね、多いとこだと40組ぐらいのとかね、50組、下手な50組ぐらいの人たちが回る、人数で言ったら200人弱ぐらいの人が回ってくるわけですから、あんまり皆さんがこうやってグリーンの周りを踏んでると、どん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 へこんでいきますし、カップ周りの方がどんどんへたってっちゃいますんで、まあ30センチ以内のところで足をやって、僕はここでこう取るようにしています。で、取るときもね、今最近はほら、こう、ピンがね、入っていますから、すごく取りづらいと思います。あんまりこうやってやったときに、縁をね、こうやって触ると、せっかく綺麗にカップを切っていただいた、メンテナンスの方に、やっぱり失礼に当たるので、できるだけ触らないように、こうやって、取っていく。
もしくは取りづらいなと思ったら変なし、ピンをこう抜いてから取るとか、そういうちょっとちょっとしたね、その手間ですけども、その辺がちょっと逆に僕はかっこいいんじゃないかなというふうに、思いますね。まあグリーン上で言うと、あとはまあラインですよね。例えばここにボールがあって、こうやって打つときにちょうどそちら側にこうなんとなく立ってる方とかたまにいらっしゃいますけど、これは基本的に絶対良くないです。で当然ラインの方向、進行方向の向こう側に立たれててもやっぱ気になる、いわゆる視界から、できるだけ離れていただく、離れるというのが、ゴルフとしてのやっぱマナーかなと。そして最後に、ガチャガチャしない、喋らない、要は黙ってじっとその打たれる方を、見届ける、待つというところが一番いいのかなというふうに思います。ぜひね、参考にしてみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。